I met an old man. こんばんは、ゆうきです。はい、今ね、仕事終わって帰ってきたところです。疲れました。で、今日はですね、まあこれから、何時間やるかまだ決めてないんですけど、やれるだけ勉強頑張っていこうかなと思ってます。お腹がペコペコなんで、先にちょっとご飯軽く食べてきます。そっから勉強スタートしてまして、そっから勉強スタートやっていきます。トン。はい、ご飯食べてきました。スパゲッティを食べてきました。ただいまの時刻が、こちら。10時50分。癒されつつ勉強したいなということで、お香を炊きたいと思います。今日使うのが、オークモス&アンバー。ちょっと、ハサミで開けてきます。よいしょ。開けてきました。おー、すごい。入浴剤みたいな匂いがします。あー、落ち着く。これすごいいい匂いです。ファイヤー。はい、燃えてまーす。あー、いい匂いです。すごいやっぱ落ち着く香り。おー、火事です。香りを嗅ぎながら落ち着きつつのんびりしながらしっかりと勉強やっていきと、やって、ダメだ、ちょっと疲れてるんでろれつが回らないです。落ち着きながら勉強をやっていこうと思います。何時までやろうかな。できるだけ今日はがっつりとやりたいと思います。それでは、用意スタート。I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on.I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? 今やってる問題集があとちょっとでね、ほんと一冊解き終わるんですよ。だからできれば解き終えたい。だいたい一回の、試験で出る問題数っていうのが30問。1時間ぐらいで解くと思います。なんでね、1時間。で、残りこの40問を解けたらいいんじゃないでしょうかね。だから、目指せ、12時半です。で、12時半に勉強終わって、お風呂入って1時に寝れたら、最高かなと思います。はい、それではここからはゆうきラジオのお時間です。のんびりのんびりね、話していけたらなと思います。まあね、先ほどもお話にあったお香なんですけど、僕はいつもアクメファニチャーでお香は購入しています。このお香なんですけど、一本でね、1時間半くらい持つので、すごくたっぷり楽しめて、おすすめですね。でね、匂いも結構種類あるのかな。お店に行くとずらっとね、いろんな種類が並んでるので、まあ、ぜひね、お店に行ってみてください。はあ、もうこいつがこんなちっちゃくなっちゃった。もう、残りわずかの命です。はあ。今持ってるのはね、ソファーと、あとはベッド、アクメファニチャー、もしくはジャーナルスタンダードで購入しています。ベッドの方はですね、まあ、とにかく
いい色の木なんです。本当にね、渋くてかっこいい木が使われててね。なんかね、その悪面のね、僕は木とか色がすごく好きですね。たまに TikTok とかでチラッと出る枠が木の大きな鏡、あれも悪面で購入しましたね。やっぱりね、いい木、かっこいい木を使ってるんで、それなりに家具も鏡もなんですけど、値段は少し高くなってしまうんですけど、まあ、時間の経過とともに木の表情とかが変わっていく、まあ、そんなね、長い間楽しめる家具だと思うので、僕はいいかなと思っています。あ、終わった。疲れました。もう今すぐにベッドに飛び込んで眠りたい気分です。疲れた。12時半ですね、今の時刻。まあ目標通り終わりましたね。とりあえず今日は早くお風呂に入って、でゆっくり寝て、また明日も頑張りたいと思います。よし、皆さん今日は一緒にお勉強をお付き合いしていただいてありがとうございました。それでは今日はここまで。またね、バイバイ。